地球に比べ6分の1の重力でも結構重いな。出発時刻です。エンジン点火。ガリラ君、あー待てー、ダメだ、自動操縦なんだ。こらー白状者、わしを置いていくな。ねえっていくらとなったところで手遅れか。ふぅ弱ったな。どうやって帰ればいいんだ。まあいいや、地球に帰る方法については後でゆっくり考えよう。え、先輩を月に置いてきちゃったですって。出発ギリギリまでダイヤを探していてロケットに乗り遅れてしまったのだ。でも本当に月へ行ってきたんですか。もちろん、ほらこの通り。本当だ、しっかり写真を撮ってる。あのバカ。りょうちゃん、一人で置いてきてしまったので心配だが。心配無用です教授、りょうつは生活力がありますから、どんなところでも暮らしていけます。そうかね。私もあのゴリラ君ならなんとかやっていけるような気がしとるのだが。いくら先輩でも相手が好きじゃ。そうか。りょうちゃん大丈夫かしら。ダイヤ探しももう飽きたな。腹も減ってきたし、コンビニエンスストアでもないかな。なんだあれは。アポロ計画で使用した月面車だ。置いていっちまったのか、もったいねえ。お、動くぞ、こりゃいい。しかし食べ物がないな。宇宙船だ。アポロ以外にも月に来てた人がいたのか。よいしょ。